こんにちは、ガミくんです。今回はモンストニュース、今年最後のモンストニュースの情報が発表されたんで見ていきます。で、まずモンストの日、ラック被害に英雄の書が出てくるんで、まあ、ラキモン3種以上所持してたらこれ交換できるから、まあ、作っておきましょうってことで、はい。で、大晦日に黒川所長のなんかライブ配信があるみたいで、事前になんかこう5つの動画が出てくるから、それでその黒川所長が2通りの行動をどっちか取るんで予想しましょうみたいな。で、予想の的中した数に応じてあのオーブのもらえる数が変わってくるみたいな、まあ、こんないつもたまに、いつもというかたまにやるやつで、黒川所長のイベントは今回なんかそんなすごい配布オーブするみたいな感じのやつじゃなかったね。で、まあ、27日から事前投票参加できるからやっておきましょうってことで、で、あとはライブ投票中になんかみんなで黒川所長の有罪か無罪かをなんか決めるみたいで、まあこの辺は多分有罪になるんじゃないのかな、きっと。なんかコメント欄でもそんな風に流れてたし、まあそんな感じでありますと。で、この辺は簡単に説明して、モンストの年越しとあとお正月のイベントが何来るかというと、まずガチャ、いつもだったら大晦日にオールスター感謝ガチャ来るだけだったんですけど、今年は3日にかけてやるみたいで、まず1つ目、29日に発芸確定ガチャが、来ます。で、これは、まあ、たまに来るやつ、基本的には闇ダメになるんで、あんまりそんなね頑張って引く必要はないんじゃないのかな。で、次、獣神カロン末で2019で、これが多分ね結構引く人は引くんじゃないのかな。まずお一人様1回限り、1回引いたら終わりのガチャで、星6キャラが1体絶対出てきます。で、排出される星5以上のキャラ、多分これ確定枠以外もそうだと思うんですけど、2019年に獣神化が登場したキャラだから、今年だとベルダンディがちょっと見ます。で、これ確定で排出されるキャラはレベル上限と挑戦系が解放されてるんで、まあ、アイテム使わなくてもいいよってところで、で、今年出てきた獣神化のキャラは、ここのベルダンディから右上にいる、ここから下が、今年獣神化したキャラなんで、まあ、これらが対象になっているので、で、多分このキスキーランのモンストカードゲームのやつ、多分この辺とかあとコラボのやつは対象になってないやつ、ガチャバナ的には多分アルファシリーズは適用されてるんで、まあ、コラボとあとモンストカードのイラスト以外のキャラで、今年の獣神化はねあんまり外れらしい、外れ、まあ外れっていう、まあそんなに使わないキャラっていうのもいるといえばいるんですけど、全体的になんか性能が高いキャラが多そうな気はするんですよね。特に、まあ、ローレライとかあとパールバディとかすごいよく使ってる、で、ウォッカも結構使ってる、なので当たりキャラ的には比率結構高いんじゃないかな。あ、一応ちなみにこれ発芸とかじゃないんで、持ってても普通に出る可能性はあるから、まあ注意が必要ですって感じで、ガブリエルとかもいるからね、ガブリエルとか、うん、あとは、まあ、メタトロンアルファとかサンダルフォンアルガとかもいるし、うん、結構いいガチャなんじゃないのかな。そんな感じで獣神カロン末が30日に来ますと。で、31日は、まあ、いつも通りの、オールスター感謝ガチャ。去年と一緒だね。1回目が星6キャラ2体確定。で、2回目は、星6キャラが3体確定。かつ、少なくとも1体は限定キャラが出ますよって。で、去年と違うのは、確定で排出されるキャラが、獣神化のキャラだった場合、その、レベル上限と挑戦系が解放されてるんで、なので、最大5体レベルの書と、まあ、挑戦系使わなくてもいい感じになってるみたいな。なので、まあ、でも、星玉、多分、新春に向けて星玉調整してる人もいるんで、多分、この獣神化論とこれ、全部引くと30連はしなきゃいけないから、ちょっと、これ、星玉に引っかかる人も結構いる気がする。なので、もし星玉調整、やってる人がいたら、獣神化論で引くのが良さそうな気はしなくもないですね。多分、オールスターで星玉使うと、闇ダメになるし、獣神カロンで使うと多分今年獣神化したキャラが星玉で出てくると思うんですよね。発芸は多分闇鍋だと思う。星玉でなんか発芸キャラが出てくるのかな、それちょっと詳しくわかんない。多分獣神カロンで星玉消化するか完全にスルーして新春迎えるかのパターンだと思うんですよね。はい、そんな感じで、あとはモンスターボックスの、枠が20体分もらえるよって。で、ここから新春の鳥獣神祭の情報ですね。で、まず、おまけ。毎回新春にはついてきますけど、今回は、歴代のやつに加えて、ワクワクステッキも、もしかしたら出てくるよって感じで。で、新春の、既存キャラのやつ。で、まず、モーセ。
まあ、進化と神化で、あとソロも進化と神化ですね。ただイラスト違いは、まあ、性能だけで見るなら電線切り対策として見るんですけど、まあ、モーセの進化の方はシュリンガーラで多分すごいちゃんと役割があると思うけど、それ以外のところは多分そんな電線切り対策でなんかあるみたいな、うん、ホライくらいかな。なのでまあ、そんなに、まあ、性能だけで見たら別にいいかな。多分みんな引くから、この辺は多分おまけというか、多分余波で出てくる気がしなくもないけどね。まあソロモンとかモーセとか両方とも全然今の現役で使えるキャラなんで、まあこれがいらないっていう人はそんないないんじゃないかな。はい、じゃあ次、新春の新限定、今回2体いるんですよね。昔のカムイとガブリエルが同時実装された時以来の2体同時実装で、まず1体目ビナ、モンスターアニメでも出てたし多分知ってる人もいたんじゃないかな。でまず進化が反射のゲージバランス型で、貴族性ですね。でマイスイ M、アンチウィンドウ、回復 M で、ゲージで状態異常回復、SS ターンチャージ M なので、これは4ターン短縮だったかな。でそんなこと言ってた。なので普通は2ターン短縮だけど、こっちは3ターン短縮みたいな、3ターン4ターンか4ターン短縮で、まあちょっと反射だから当たりづらいところもあるけどみたいな。で SS が自強化と周りに回復フィールドを展開する、確かが降臨の9機が持ってたはず。1回触れると3000くらい回復するフィールド展開じゃなかったかな。で友情がダブルエナジーサークレルで、これはバランス型のダブルエナジーサークルなんで、多分ガブリエルの守護ガブの方かな、神化ガブリエルのあの獣神化のパターンの方の多分友情と威力が変わんないはず。なのでまあ、性能だけ見るとすごい回復特化、多分これが必要なキャラが来たら絶対このキャラ一強みたいな。ただ多分今の環境だと、なんだろう、パラドックスかな。でもパラドックスは貫通有利なクエストだからちょっとなんとも言えないんですよね。なのでちょっとわかんない。はい、で次神化の方、貫通の砲撃型で、まあ、貴族性ですね。で友情じゃない、アビリティが重力バリアとアンチワープで、友情コンボかける2で、 SS が狙った方向に3本の毒の波動砲を放つで20弾で、メインが回復弾、サブが分身弾で、これはね、なんか攻撃力が高いって言ってたんですよね。4万超えてるらしい。なのですごい過激とか積んだりしたらすごく強いよみたいな。であと何だったっけ、今のモンスポット限定クエストのケラートが重力ワープの性能だったんで、まあもしかしたら接待、まあ新春だからね、正直神化のビナーも進化のビナーも今の環境でどこかですごいクエストぶっ壊してるっていうイメージがあんまり今ないんですよね。ただそれだけだとさすがにあれだから、多分1回くらいはどこかで接待来ると思うんですよね。まあ近畿の追加か神獣の追加かなんかの豪絶爆絶かわかんないけど、今のこのまあ、神化がこれで進化がこれ、なんかまだちょっとどっかですごい使えそうだなみたいなイメージが今ちょっとわかんない。もしかしたらコメント欄でここですげえ使えるだろうみたいなこと言われるかもしれないけど、まあちょっともしかしたら、まあ今はちょっと自分としては思いつかないんで、もしかどっかで進化神化の接待は来る気がするんだけどなみたいな。で SS の毒の波動砲は攻撃力依存の SS なんで、まあさすがにこれが弱いわけはないと思ってるんですね。まあ使ってみた次第、まだちょっとこれモンストニュース終わってからすぐやってるからまだ使ってみた動画見てないんですよね。でこっちの方が多分すごい注目度高いかな。もう一体の方、エクスカリバー、貴族性の貫通ゲージスピード型でアンチ魔法陣で、超 SS ターンアクセルは80% 以下になると一旦短縮される HP がで、プロテクションが敵でたまに持ってる一定以下のダメージ1になるみたいな、それの味方バージョン、まあ、いくつになるかまでは言ってなかったけど結構いいんじゃないのかな。でゲージでアンチブロック、全属性キラー底力なので、全属性キラーと底力合わさったら 2.25 倍の殴り火力になるよってことで、で SS が12ターンで打てるオールアンチ、ただし HP をなんか消費するらしい。どれくらい消費するかも言ってないかな、多分1割とかそのくらいだと思うんですよね。みんなで使ったらなんかすぐ死にそうだから、なので多分そんなには減らないはず。で友情が初の全敵ロックオンレーザー、言えるバランス型ね、スピード型だからどうなんだろう、まあちょっと威力は見ないと分かんないんですけど、というわけでまあこれはね23の極ですごい強いと思う。もうアンチ魔法陣と、まあ、アンチブロックはちょっと何とも言えないけど、まあその辺は多分これだけぶっ壊れた性能だからしょうがないかなみたいな感じで、であそこって敵の攻撃のダメージがめちゃくちゃ低いんですよね。ホーミングとかで合計、ホーミング何発も打ってきて合計で3000とか
なので多分一発一発の威力は低いはずだから、プロテクションがすごい輝くと思う。なので23の5区での収束先はきっとあるんじゃないかな。あとは神殿の闇時2とか、あそこも魔法陣だけなんで、あとはあれかな、光時の2とかでも、あとはアンチブロックだけだし、あとまあ友情も強そうだから、多分刺さるというか、まあ結構その使えるんじゃないかな。ただまあそれぞれの最適持ってたら多分出番はない気がする、神殿では。なので23の5区をすごいぶっ壊すキャラみたいな感じので、こっちが一番注目度高そうな神化のエクスカリバー、反射の砲撃型で火属性で、アビリティが超アンチワープ、バリア、 SS 短縮で、 SS があの壁ドン SS プラス大号令かな。なので去年のディズニーコラボだったかな、あれできてた確か星4号キャラのグーフィーの SS の星6番、さらに短縮もついてるよってことで、なので結構強そうみたいな。なのであとは友情がオートジャベリンって書いてあるんです。なんか口だとよく分からなかったんです。なんか味方に貫通あのホーミングとかの弾を射出する、なんかそれを付与してなんか撃ってくれるみたいなこと言ってたんです。正直これ使ってみた動画見ないと、なんか単体に強い友情なのか、あの全体雑魚処理に向いてる友情なのか分かんない。ただ放電がついてるから多分単体向けの友情だと思ってるんですよね。でサブに放電で砲撃型のあのサブとはいえ、確か、まあ、サブで威力下がってるから、バランス型よりは低い威力の放電だったはず。なので多分刹那の方が、あっちはバランス型だけどメイン友情なんで威力は高いんじゃないのかな。まあこれが多分今年の一番の顔になる気がする。なので、まあ、これにはちょっと期待します。はい、そんな感じで、まあ新春、まあとりあえず23の5区ぶっ壊しと、なんかすごいカタログスペックぶっ壊れみたいな感じのキャラが来たんで、こっちはなんかすごい良さそうな気がする。あとはビナーは多分絶対来るでしょ、きっと。はい、であとオラコインイベントが来ますと。まあこれはあのメダル稼いで、まあ神殿なりなんかいろいろ使ってねみたいな。でこれが引き換えでできる新キャラのネズミ年だから、ネズミのチューミーかな。はい、であとまああとはオラコインで引き換え可能なアイテムなんですけど、まあ戦型の書とか、あと若くステキとかは多分みんな交換すると思うんですけど、この真ん中にある超獣神祭新限定キャラボイスセット4種、ヒロアカコラボだけかな、来てたのは。いくつかのボイスの中から1つだけ SS ボイス選べるよみたいな。でこれは引いてなくても後々引けば適用されるんですよね。なので例えば新春ガチャ引いたけど、例えばエクスカリバーだけ出なかったとか、ビナーだけ出なかったとか、両方出なかったとか、そういう人でもこれをとりあえず引き換えておけば、後々引いた時にその適用できるんで、まあ例えば両方引けなくてショック受けた人でも、これだけはちょっと交換しておかないと、後々その交換した時にうわーあの時頑張っておけばよかったみたいな感じになりかねないんで、まあ少なくとも新限定キャラのボイスセットだけは交換しておきましょうってことで、であとはまあこの辺は、まあこの辺のキャラの英雄の証ついても、個人的に使えそうなのは、なんだろう、獅子次郎と芝見かな、それくらいかな。はい、であとはまあ日替わりでこれらのアイテム、エラベルベルとかワクワクミンとかは結構使えそう。あとビスケット、はい、であと豪絶闇豪絶がまあお正月に来ますよ。2日だったかな、うん、1月2日の7時から9時に闇豪絶イデア。なので、まあ、もしかしたらそのなんか刺さるかもしれない、あのアベルとか。であとこっちが新春終わった後の新イベですね、火属性の、まあ、この辺のキャラはこれちょっとカルナで強そうっていうのと、あと12の極で強そうっていうのと、あとこの性能パワーフィールド状態異常回復ブラスト遅延 SS、 なんかコラボキャラの超コラボの超究極とかで刺さったらすごい1体入れとくとすごい変わりそうみたいな気はするけど、まあちょっと怖いねみたいな。今はだから12の極とカルナくらいしかないから、あそこは別にそんなもうほとんど壊されてるところだから、それ目的では別にいいかなって感じで、次光属性の貫通ゲージバランス型で、アビリティが重力アンチブロックバリア付与ダッシュで、これアベルと一緒なんですよね、超 AGB のアンチブロックっていうところで、イデアが闇豪絶で、珍しくあとはまあ自強化と触れた敵を触れるとスピードアップする状態だから、多分ゴエモン SS とか、あとギャラルホルン SS とかと一緒かな。であとメイン友情が調教電撃で調教次元弾で、これがやっぱりアベルと被ってるから、闇豪絶で刺さるか刺さらないかでこのキャラは多分評価が天地に下がる。刺さらなかったらいらねえみたいな、刺さるんだったらすごい強そうみたいな感じで、ギャラルホルンもじゃない、ラウドラもこの SS でぶっ壊されたんで、もし多分イデアに刺さるんだったらこれがすごい強くなるんじゃないのかな。
はい、じゃあ次闇、ブリューナグ貫通のゲージバランス型で、多分これアンチ重力アンチ魔法陣アンチ元素界魔王キラー、多分この性能を見る限りはカタストロフィーかな、あとどこかあるかな、ちょっと思いつかないんですけど、まあその辺かなっていう感じで、多分そんなになんか使、まあ長距離貫通フォーミング目的で使うことがあるかもしれないくらいかな、多分っていう感じで、多分そんな注目度はそんなになさそうだから、あの多分イデア次第だけど、なので新春限定に全部のオーブぶっぱしてもいいんじゃないのかなって思います。はい、というわけで最後12月30日から1月3日までのラッキーモンはこんな感じで、なのであの12月30日のラッキーモンのラック引き換えは英雄の書があるんで、これらのキャラか今来てるやつが、12月30日の4時まで適用されるんで、まあ、どっちか3体作ってれば英雄の書交換できると思うんで、まあ、それは作っておきましょうってことで終わりますこれ2回目なんですね。1回目喋ったら画面録画してなくて、これ2回目喋ってた、もうめちゃくちゃ疲れた。というわけで、うん、もう多分今日はもう動画出さないかな、きっと。はい、終わります。バイバイ。